母の日なんで、まあ、ケーキでも買おうかいなと思って、でケーキ行ったんですよ。ケーキ行ったケーキ屋さんにケーキ屋に行ったんですよ。ほんで、あの緊張するね、ケーキ屋さん。ケーキいっぱい並んでますやんか。ずらーっとこう並んでて、で一個一個こう進んでいくと、でここで注文を言うねんな。ここで注文を言うねん。ほんで守備よくもう下がって、剣持って呼ばれたらお金払う。大きなケーキ屋さんですね。もういや、もうそのたまたま入ったところはそこで、もう出ようかいな思って、もうこう並んでるから女の人ばっかりバーッと言って、ほんで選ぶのはここ皆さんここだけなんですよ。ここ本当に1メーターぐらいの間にパパパパッと選ばない、パパパッと、わかる、ものすごいドキドキしてみて、どうしようと思って、でこう立ってこう進むでしょ、進むでしょ、進むやんか。ほんで、あと3人やとか、なんてくんのよ。ほんで、じゃあ今のうちに選ぼうと思っても見えへんねん、遠いから。だから近づかんことには値段であるとか名前とかが分かんない。で、こう近づいて、でここになった時にパッと思ったら見えへんのよ、このメガネでは。近づいても、わっ、しもうた、これで来てもうたと思って、もう取って、この際取って近づくしかないわと思って、これしかないと思って、で取ってこういったわけよ。ほんならこうガラスに僕が当たってドンって落として何も皆目見えへんかった。もうあれは参ったわ。ほんでしゃあないから一番上のロールケーキをこうたっていう。大正解です、きっと。大正解、忘れないですよね。間違いない。5月11日号のきらめきインタビューのゲストはこの方でございます。須田雅貴さんでございます。どうですか、もう今をときめくというか、うん、若いんですけどね。よう出てはりますね。よう出てます。最近は月9のドラマにね、はい、福山雅治さん、この横にいる多賀記者が言ってくれました。どうでしたか、はい。いやー、もう本当にね、かっこよかったです。かっこよかった。肌も綺麗やし、肌も綺麗、はい、肌も綺麗まあ若いからね。あ、そうですか。なんですけど、はい、この撮影の後に、うん、メイク落とされて、まあ、私服で出てこられたんですけど、おうおうおう、まあ、その時は撮影はなかったんですけど、はいはい、その時の表情もね、すごくね、生き生きとされてて、今をときめく俳優さんなんやな、なオーラを今をときめく、はい、23ですからね。そうですね、若いですね。平成生まれですよ、まあ、もちろんですけどね。そう、ね、そうね、彼はね、実は読売ファミリーとは浅からぬ縁があるんですよね。チーネルを持ってくださってるんですが、これをね、実は持って一人の若者が今、世界をね、あちこち行ってくれてる。読売ファミリーの公式フェイスブックの方でね、はい、その模様というかね、はい、まあ、子供さんにいろんな絵を描いてもらって、将来の夢ですか、はい、描いてもらってね、それをこうフェイスブックに上げてくださってる田村亮太くん、亮ちゃん、はい、その田村亮太くんとこの須田雅貴さんが同級生、はい、親友ですね。親友、はい、高校のね、そういうご縁もね、須田さんとはありました。だから関西の方ですよね。そうですね。ね、まあ、そんな話であるとか、福山雅治さんのエピソードなんかもね、語ってくれてます。はい、あ、これは何ですか？これは今まで何度も。自由なトーク、出発進行。これは何なんですかね。ジャニーズの皆さんの特集は4月で終わったんでは？あ、それがですね、はあ、月1回、はあ、ミニインタビュー。ミニじゃないですよ、結構でかいですよ、はい、ご機嫌関ジャニ8トーク。関ジャニ8のメンバーがザックバランに語り合う新企画、ザックバラン。は、久々に聞いたね。アジャパみたいな。いやいや、そこまでは。今回はね、第1回目、
渋谷すばるさんと安田翔太さん、お二人だけじゃないですね、写真は。あ、写真はね、皆さん登場していただいてる。しかもこれまた、またご機嫌な写真ばっかりじゃないですか、これ。こういう感じですね、こういう感じで、いやいや、他のメンバーもね。あ、そうですね。ね、関西のね、ご覧いただいている方はご存知かもしれませんが、はい、読売テレビの朝の番組のね、スマタン、ね、あ、朝生、朝マナ、朝生、朝マナ、朝生ワイド、はい、スマタンと言われますよ出てきていただいている、メンバーの皆さんがね、それこそざっくばらんに通していただくんですが、今回は森たけしアナウンサーとね、はい、辛坊治郎さんに加えまして、お天気でおなじみの斉藤由紀乃さんと、はい、今回初めてですね、はい、読売テレビの新しい、アナウンサーとしてね、加わってくださいました、しょこたんことしょこくアナウンサーですね、はい、さよこさんアナウンサーがね、まあ、初めてのお披露目やということでね、4人でわーわーしゃべってくださいました。これは何ですか、由紀乃さんじゃないですか。そうです、ゆくのちゃんが糸金バザールに潜入してくれたというか、お買い物を一足早くやってくれたっていうね、はい、ルポが載ってますけど、ゆきのさんね、お買い物上手でね、そうなんですよ、もうトレンドのものから定番のものまで、うん、もうあれこれ組み合わせて、うん、どの組み合わせでもいけるようにっていう感じでね、もうお買い物されてて、ぜひ6月までお待ちいただいて、はい、ガサッとね、はい、買いだめしてもらったらいいんじゃないかな、うん、ヨーネルの新しいグッズができたということでね、今ちょっと持ってきていただいたんですが、こうですね、こうするとカメラマンが映っちゃいますね。まあ、映り込んでいいんじゃないですか。あこんな感じでございました。見出し並みチェック、はい、このえそれがこう先生に怒られる。あ、先生に怒られる。